えー、どうも、キングコングの西野き弘でございます。お笑い芸人をしたり、絵本作家をしたり、国内最大のオンラインサロン、西野き弘エンタメ研究所の運営をしたりしております。さて、今日はですね、 貧しさを嘆く前にやれることがあるよね、みたいなお話をさせていただきたいと思います。えっと、少し前にですね、シンガーソングライターの河本誠さんがですね、あの、サブスク考えた人、地獄に落ちてほしいみたいなツイートをされていて、まあ、こう、界隈がちょっとザワザワしてましたが、まあ、個人的にはね、あの、まあ、言い方はさておきですね、僕、問題定義としてはいいなと思ったんです。まあ、あれがきっかけでですね、えー、なるほど、サブスクでは食っていけないんだって知ってですね、まあ、それによって、じゃあ CD やグッズを買ってアーティストを応援しようと思う いいるかもしれないとそれなとそで、うとです、ね、現状はこうううですすよっっっててていいいいい本誠さんのの発信っていうのはもう全然悪いここととじゃないと思っていますでこれに関してはですね、僕の師匠であるですね、ロザンの菅さんとですね、あと菅さんのバーターである宇治原さんのお二人がですね、やられている YouTube チャンネルでも議論されていたんで、あの僕の話よりもそっちの方が面白いんで、ぜひね、見ていただきたいんですけども、あの僕、高校卒業して最初にお世話になった先輩が菅さんで、もうね、四六時中一緒にいてですね、まだ、なんだろう、こう、真っ白な時に、とにかくあれこれね、叩き込まれたんで、 僕の中身のほとんどって菅さんなんですね。で、その菅さんがですね、えー、川本誠さんのサブスクを考えた人、地獄に落ちてほしいっていうツイート。まあ、これはさておきですね。その後のですね。 じゃあ、サブスクをやめればっていうかもだけど、CD デッキを持ってない人とかも多くなって、どないしろっていう現実みたいな、そういう河本さんのこの嘆きぼやきツイートに対して、菅さんがあの、知らんがなって言ってたんですけど、これはあの、僕も全く同じ意見なんですね。これもう仕方ないですよね。僕の中身は菅さんなんで、菅さんの意見にそうだよねってなるの仕方ないんですよ。 事実上話しても聞いても菅さんなんで、これどうしたってそうなっちゃうんですけども。というかあの、僕がですね、の当時からですね、もう叩き込まれたのは何かっていうと、例えばそうだな、あの、サブスクだけでは食えない、さてどうするっていうのって、これぼやきの方じゃなくてですね、なぞなぞとか、え、頭の体操みたいな感じで、むしろ、あの、酒の、魚、もう極上の魚でですね、仮説形状を繰り返してその答えを導き出すのって楽しいよねっていう、 そう、もうちょっとゲーム感覚なんですね。今でも菅さんとはね、飲みに行かせていただいてるんですけども、も飲んでるとき大体そういう話なんですよ。A という問題に対して、じゃお互いどういう解き方が、どの解き方が鮮やかか、みたいなことをですね、順にこう提案していって、おお、なるほどと、とおお、そう来たか、みたいな、あのー、数学オタクみたいな飲み方してるんですけども、まあ、そのコミュニケーションを生むにはですね、A という問題が必要なんで、ぶっちゃけですね、僕、あの、A という問題があるっていうことで、あの、ぼやいちゃう気持ちってよくわかんないんですよ。僕はもう A が解けたら次、早く、早く B ちょうだいっていうやつなんで。 まあ昔からですね、その調子なんで、えっ、ー、と、その時代その時代その業界その業界がですね、抱えてる問題っていうのは結構大好物なんですね。 で、僕がアーティストだったらですね、サブスクだけでは食えない、さてどうするっていうのはもう大喜利のお題としてはよだれ物でですね、もう仮説を70個ぐらい立ててですね、とにかく片っ端から試しまくるっていうのをやってると思います。それをですね、僕はですね、えっ、ー、と、これまで、えー、お笑い業界であり、絵本業界であり、映画業界であり、えー、ミュージカル業界でやっている、まあやってきたわけですけれども、まあですね、各業界はそれなりに問題は抱えてるんですね。 映画業界とか、えー、ミュージカル業界の場合だと、やっぱですね、労働環境の問題って大きくて、えっ、ー、と、まあ、クリエイターにお金が落ちないっていう問題があったりします。じゃあ、誰かが激しくね、えー、中抜きしてるかっていうとですね、ぶっちゃけそういうこともないんですね。一見、大元がすごく儲かってるように思われますが、大元は大元でですね、大ごけした作品の赤字の補填なんかもしてるわけで、時にそれによってクリエイターが救われてることも、自分が救われることもあるわけで、なんだろうな、クリエイターを苦しめている、えー、わかりやすい悪みたいなものがいるわけでもないんですね。 じゃあなんでクリエイターにお金が落ちないんだよって話になるんですけども、理由は至ってシンプルで、そもそもの売り上げが小さいっていうのがある。じゃあこの売り上げを伸ばせばいいわけで、となるとですね、プラスアルファの収益源を作る必要があるんですよ。というですね、目を持って、外から映画業界に入ってみるとですね、外からミュージカル業界に入ってみるとですね、もうね、びっくりするぐらいですね、収益化していない収益源だらけなんですよ。あのー、 漁港とかをイメージしていただけると分かりやすいと思うんですけども、水揚げされた魚の中にはですね、捨てられる魚がこれ結構あるんですよ。え、それらをですね、未利用魚っていう未利用魚って呼ぶんですけども、えー、まあ、あの、市場に出回らないんですね。なので、漁師さんによってはですね、そういったものを簡単に捨てちゃうんですけども、でも、えっ、ー、と、美味しいやつはめちゃくちゃ美味しいんですよ。 例えば、えー、そうだな、形が悪いっていう理由で未利用業になっているのであれば、それを加工してすり身にして、まあ、わかんない、かまぼっことかにすればいいし、あるいは旅行会社と組んでですね、朝の未利用業グルメツアーとかすればいいわけじゃないですか。捨てる必要ないんですよ。あの、アニメ業界でもミュージカル業界でもですね、え、なんでそれ捨てちゃうのいや、それ、ファンからすると眉、ま、つばもんだよっていうのが、もう山のようにあるんですね。 でも、えー、ここがですね、漁師さんと一緒でですね、ずっとその業界にいる人たちって、自分たちが宝を捨てているっていう自覚がないんですね。自分が宝を捨てているのに、クリエイターにお金が落ちないって嘆いてるんですよ。これ圧倒的に変じゃないですか。何か資産のようなものがないんだったら、それはその嘆きはわかるんですけど、資産はあるんですよ。ただ捨ててるだけなんです。で、捨てた上で、お金が落ちない、困ってる、貧しいって嘆いてるんですけど、これ変ですよね。 じゃあどうすればいいかって話なんですけども、これもうシンプルでですね、もうアドバイザーっていう形でも何でもいいから、外の人間、あの、仕事を作れる人間を外から招いてですね、一旦その人が言うことを聞いてみる、やってみる、これが一番いい。これあのー、みんなね、自前、自分たちでやろうとするんですよ。だが、その、 クリエイターとですね、起業家ではですね、打ち手の数が全然違うんですね。僕ちょうどその間を行ったり来たりしてるんですけども、基本的にはそれこそ芸人さんとか役者さんとかって、例えばそうだな、うん、NFT の使い方のパターンの仮説検証とか普段やってないんで。なので、あ、ここ NFT でいけんじゃんっていう答えは導き出せないんですね。なので、未利用魚が、えー、エンタメ業界でいうとこの未利用魚が大量発生していると。 あの、アニメーションスタジオとか、うんと、あとは劇団とかって、もっと積極的にですね、外野とコンタクトを取って、仕事を作れる人 未利用業を利用業でききる人を招き入れた方がいいと思いますというわけで今日はですね、貧しさを嘆く前にやれることがあるよねというテーマでお話しさせていただきました。オンラインサロン西野なきエンタメ研究所では、西野なきが現在手掛けている最新のエンタメビジネスに関する記事を毎日2000文字から3000文字投稿しております。興味がある方はぜひ覗いてみてください。それでは素敵な一日をお過ごしください。キングコングの西野なきでした。じゃあ、またねー。 すいません。最後にお知らせをさせてください。これあの、僕にとって非常に重要なお知らせで、あの別に僕の、なんだろうな、イベントのお知らせでもないんですけども、僕が行くイベントのですね、僕がお客さんとして参加する、えー、イベントのお知らせでございます。えー、もうこれは毎年恒例のですね、もう年末にやっております、天才万博という、えー、大忘年会があるんですけれども、その天才万博のチケットが昨日かな、えー、発売となりました。<laughs> やったー。これ僕 僕も、えー、このチケットを買ってえっと5日間あるんですよちょっと待ってね今見るとですね。 えっと、12月の26日から30日まで5日間、えー、東京キネマークラブっていうですね、あのミュージカル煙突町のプペルを、えー、やったあの会場ですね、あそこで5日間ぶっ通しでですね、大忘年会があるんですけれども、デイ1、デイ2、デイ3、デイ4、デイ5と、えー、まあ、あの、あるんですけど、僕はもう5日間とも行ってですね、えー、っと、もう昼間からというか、大体ですね、もう天才万博の時はもう、これは、あの、もう昔からスタッフに言ってるんですけど、絶対仕事入れないでって言って、もうこのために僕1年間頑張ってるんだから、 っていう感じでですね。で、去年だけ行けなかったんですよ。もう初です。去年海外に行ったんで、あの、帰国できなくて、去年だけ行けなかったんですけれども、えー、まあ、毎年参加している天才万博というですね、大忘年会でございます。えー、アイリッシュミュージックとか、フォークミュージックとか流れてですね、えっと、あと、子供は無料かなえー、子供入場無料になっています。あと、子供って言い切る人も入場無料っていう。はははは。 小学生以下入場無料だと思うんですけど、まあ中学生でも小学生って言い切ったらですね、えー、ただで入れるっていうよくわかんない、えっ、ー、と、イベントでございます。もう本当に。 もうただただ楽しいっていう。もう僕はお客さんとして行って、ええー、もう朝から飲んでてですね。で、もう会場もスタートするときにはもうかなり出来上がってる状態でウェイってやるっていうだけのですね、大忘年会がございます。興味がある方はぜひ覗いてみてください。参加してみてください。あとなんかあの、くれぐれもですね、西野が出演者として出るわけではないので、なんか西野に何か求めるような方はやめてください。この日僕は、 ただただ酔っ払ってる。客席で酔っ払ってるっていうだけなので、えー、西野に何かを求めるような、なんか西野、もっといいパフォーマンスしろよ、みたいな。僕、客なんで、出演者で名を綴らねてないんで、えー、くれぐれもよろしくお願いします。ということで、天才万博、大忘年会天才万博のチケットが発売となりましたよ、というご案内でございました。えー、年末、東京記念バッククラブでお待ちしております。それでは、素敵な一日をお過ごしください。あ、概要欄の方に天才万博の あの、チケットのリンク貼っておきますんで、えー、チェックしてみてください。それでは、えー、素敵な一日をお過ごしください。キングコングの西田郎でした。じゃ、あまたね